ベットです。5000サブスクライバー、わあ、皆さんありがとう。信じられないよ、映画みたい。ありがとう。いや、恥ずかしいよ、やめてください。ねえ、楽しかった？僕の東京シリーズ、これは最後だけど、とても面白いビデオだ。僕ってさ、メーカーと出会ったケイライン家族と一緒に写真たくさん撮りましたよ、このスタジオで。ブーティー東京、スタジオの名前は僕にぴったりだって。わかったよ。おい、笑うな。じゃあ説明しようよ。外はコスプレはできないから、コスプレスタジオでみんなはすごい写真を撮れるよ。ブーティー東京はたくさんのシーンがあるよ。サイバールーム、サーカス、シティンパンクとかシーンがたくさん。3階に教室がある。モフモフ番長は学校嫌いだ。これ読めねえんだ。やっぱ昼寝がいいぜ。文句あんのか？電車ブースもある。獣ライン乗ってます。家族と一緒ならどこでも行けばいいよ。ゴシックブース、シリアスな感じ。うわっ、牢獄もある。やだ、出してくれ。かわいい。朝ごはん作ってます。一緒に食べてね。花壁だ、カラフルだよね。アイドルステージもあるんだ。じゃあ僕の記憶聞きたい。足が速く空に高く、そして屋上、東京全部見えますよ。すごい景色なんだ。東京からバイバイ。僕が東京に行った時、アニメスタジオに行ったんだ。え、僕じゃない、もしかして。足が速く空に高く、一緒にこの世界飛び回りたい。みかん色